ゾップフリーはデフレートグジップスリブ形式でのデータ圧縮を行うソフトウェアである。他のデフレートスリブの実装よりも高い圧縮率となるが圧縮時により多くの時間が必要となる。2013年2月に Google よってライブラリーとしてアパッチ2.0の下でフリーソフトウェアとしてリリースされた。ゾップフリーという名前は甘くない種類のヘーフゾップフであるゾップに スイスドイツ語の指障子である LI を付けたものである。ZOP フリーは生のデフレートデータストリームか GZIP かスリブ形式でカプセルされたデフレートデータを出力することができる。デフォルトでは15回処理が繰り返されるがこれを変更することで処理時間と圧縮率のどちらを優先するかを選ぶことができる。デフォルトの設定では ZOP フリーの出力は スリブの最大圧縮のものより一般的に3から8%小さくなるが圧縮処理には80倍の時間が必要となる。身長速度はスリブの出力とほとんど同じである。ゾップフリーの圧縮速度は非常に遅いのでオンザフライ圧縮にはあまり適しておらず一般的に性的なコンテンツを1回だけ圧縮するのに使用されている。これは 一般的にデフレートベースの HTTP 圧縮で配信されるウェブコンテンツか PNG や WAF などのデフレートベースのファイルフォーマットのウェブコンテンツに当てはまる。別の使用例は a p プ o c や j a ーなどの ZIP ベースのソフトウェアパッケージを使用したソフトウェアのアップデートやダウンロードをする場合である。これは特にモバイル通信で当てはまる。 ゾップフリーの高い圧縮率はより徹底して圧縮処理を行うことによって達成されている。この方法はエントロピーモデルの反復と最大経路アルゴリズムを繰り返し使用しすべての可能なデフレート表現のグラフからビットコストの低いパスを見つけるものである。Google によるリファレンス実装は C 言語で書かれておりライブラリーとしてリリースされた。これは アパッチ2.0の下でフリーソフトウェアとして配布されている。ラッパーは PHP 用に作成された。C による ZOP フリーの実装はコンプレッシャーペルライブラリーの ZOP フロデフレーター CS で見られる。ZOP フリーはイヤーキーアリカウアラによるアルゴリズムに基づいている。ZOP フリーのリファレンス実装は Google の従業員であるイヤーキーアリカウアラとロードバンデベンによって書かれた。 2013年2月に初めて公開され、4月25日にバージョン1.0.0がリリースされた。PNG 圧縮のための ZOP フリーのいくつかの改良が GitHub に登場した後、ZOP フライプングは5月にリファレンス実装にコミットされた。PNG はデフレートを使用するので、ZOP フリーを使用して圧縮することができる。 ゾップフリーの作者によるゾップフライプングという PNG 最適化ツールがある。ゾップフリーアルゴリズムはアドバンスコンプのアドバプングような他の PNG 最適化ツールにも統合されている。ありがとうございます。